こんにちは、心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回はネガティブ思考との付き合い方についてお話をしていきます。何かね、嫌なことがあった時に落ち込んだりしてる時はその原因が分かってるんで対処しやすいんですけども、例えばその嫌な出来事以外に落ち込んでる時にこう関連して思い出す過去の自分の失敗とか、休みの日にパッと朝起きてちょっと気が抜けた時になんかうわーっとなんか過去の嫌なこと思い出してイライラしたり、普段腹が立ってない人になんかそういえばあいつみたいな感じでムカついてきたり、その逆でやる気が出ない、気乗りがしない、いろんなこのネガティブ思考に苦しめられてしまうんですね。で、このネガティブ思考との付き合い方を間違えると、もう手がつけようがないぐらいイライラして、本当にもう休みの日全然動けないとか、もう寝てるだけ過ごした、で寝てるだけでこう過ごした後それに対する自己嫌悪もやってくるみたいな、手の施しようがない位置に行っちゃいます。これを防ぐにはどうしたらいいかっていうことをお話ししていきますね。で、人間っていうのは自分がこう意識してる部分、イライラするなっていうふうに意識できる部分と、そのイライラするっていうのを作ってる工場みたいなとこがあって、そこが無意識なんですよ。で、意識の部分がいわゆる理性、まあ、ここでイライラして叫んだりしたら周りに迷惑だなっていう風にイライラを抑えようとする大人の部分と、で心、子供の部分、イライラするぞとか、これは嫌いだぞ、これやりたいぞとかいう風に言ってくる部分で、この大人と子供の部分っていうのがせめぎ合ってる状態が葛藤で、この葛藤がイライラとか不安とか無気力感を生み出してくるんですね。で、この心と体っていうの密接につながってます。だから嫌なことあった時とか胃が痛くなったり頭ガンガンしたりするじゃないですか。体っていうのは適面に心の状態を表してくるんですね。じゃあ朝起きてすごい無気力だ、イライラするとかいう時ってどういう状態かというと、心の部分がなんかこうサインを出してくれてるような状態なんです。で、そのサインを理性の大人が受け取った時、不愉快な感情だからイライラしたりなんか無気力だったりするわけですね。で、この大人の部分って何を基準にイライラとか無気力とかっていうのを作ってるかっていうのを知るのが大事で、それが例えば世間体であり親であり先生でありに、今までこう生まれてから今まで大人になるまで経験したことを材料にイライラや無気力を生み出してくる。じゃあどういうことかというと、疲れてるから寝て過ごした、じゃあ例えば二度寝して、お昼前の11時半だったと、せっかくの休みなのに二度寝してしまったっていうのは、これって体は疲れてるから二度寝させたんですよね。物を使いすぎてるとか体疲れすぎてる。でも理性の部分では世間とか親とか先生にそんなに寝ちゃダメでしょとか、早寝早起きしなさいっていう風に人間の体の自然なリズムとは別に、早寝早起きしなさいとか、休みの日はしっかりとこう充実させなさいっていう感じでこう植え付けられたもの、それによってああやってしまったっていう罪悪感とかイライラするとかいうのが生まれてきてるわけですね。で、これってなんでじゃあイライラするんだと、ああ気持ちよかったってならないのはなんでだろうっていうと、これ強力な防御反応が働いてるんです。はいってことですね。何に対する防御ってことですよね。これは何かというと、今までの経験が理性って言いましたよね。で、経験っていうのはずっと連続してきたものです。で、人間っていうのはこう連続してきたリズムが崩れるのがとっても嫌いなんですね。急激に痩せたらむちゃくちゃ食べたくなってリバウンドするじゃないですか。あれと同じ、もともとの体型の状態を維持したいっていう心が強力に働いて防御してくるんです。だからこそ、何か例えばこう自分が間違ってるって認めたくない時とかあるじゃないですか。で、あの時にものすごく長い言い訳を並べてしまったり、その言い訳にさらに先読みして、どうせ僕がこう言ったらお前はこう言うんだろうけど、でも俺はこう思ってるとかいう風にやたらと先読みしてしまって、一人でイライラしちゃったりする。これってそのままの変わりたくないよっていう風に思ってる防御反応なんですよね。で、ここまで分かっちゃうと、実はこの防御反応とかイライラとか無気力感とかって偽物だっていうことが分かってくるでしょうか。どういうことかというと、ここですね、世間、親、先生、経験、要はここに刷り込まれたものであって、自分の本音とか意思っていうのは心の中にあるんですよ。だって嫌なことして胃が痛くなるって別に自分でコントロールしてないじゃないですか。勝手に湧き上がってるじゃないですか。この勝手に自然にっていう部分が本音であり意思なんですね。
ということは、なんかこう二度寝した罪悪感とか遅起きてなんかイライラするとかいうのは、心が何か不調を出しててそのサインを理性が受け止めて、イライラとか言い訳とか先読みっていう形で何かをこう守ろうとしてるんですね。何を守ろうとしてるかというと、経験を守ろうとしてるんです。今までずっとやってきた慣れ親しんだ経験で、ここからがまあアダルトチルドレンの場合って、この経験の部分に強力なこう親の期待であるとかを刷り込まれてしまっていて、生きづらさが出てきてるんですよね。ということはアダルトチルドレンにとってはこの部分を積極的に変えていく、崩していく必要があるということなんです。じゃあこの部分どうやって崩すっていうと、心の声をしっかりと聞いてあげることなんです。こっちを膨らませることで本音とか意思が分かりやすくなり、自分の軸がしっかりしてくる。じゃあ具体的にどうしたらいいかっていうと、イライラしたりした時に、あ、まずこれ錯覚だぞって疑うことが大事なんですね。これをね、まあ、心理学の言葉では偽の心とか言って、理性っていうのは心と体から切り離された位置にあるのに、心のように錯覚しちゃう、自分のこれが本音なのだっていうぐらい強力に刷り込まれてるわけですね。なのでこのイライラって本物かな、なんか今日朝起きて親に腹を立てているとか、なんか友人のちょっとしたいじりになんかやたらと腹が立てている、昨日言われた上司の一言が妙に気になる、このあたりっていうのは、ただただ体の疲れであったり心の疲れっていうものをサイン、心から体から理性にサインを出した時に、ただの疲れなのに理性が防御反応としてこの疲れを癒そうとすると、なんかこういつも理性に従って動いてたのに心とか体とか本音で動こうとしてるぞって。でこれっていいことなんですけれども、理性っていうのはいいことや悪いこととかいう判断つかないんですね。まあ、理性がっていうか、これ実は潜在意識っていうんですけど、で潜在意識から理性にまあ指令が行くんですよ、こうしなさいっていう。でこの潜在意識っていうのが実はこの心と体と密接につながってるんですね。ただここにイランフィルターがついてるのが理性なんですよ。だから体が疲れてるよって言って、この心と体がサイン出します。潜在意識通って理性に届くときに、ここにイランフィルターがついとる。このイランフィルターが何かというと、世間、親、先生などなど今までの経験なんですね。だからここに疲れてるよ、でも朝は早く起きて絶対サボっちゃダメ、休日は充実させなさいっていうフィルターが来るからイライラするんですね。で罪悪感に苛まれたりする。でもその罪悪感をずっと抱えたままでいるのは嫌だから、なんか自分にちょっと罰与えないとダメだなと思って、なんか言い訳したり先読みしたり無気力になったりして、こんな嫌な思いしてるんだからもう許してよっていう感じで、自分の中の親とか先生のこの錯覚に許しを請うているような状態なんですね。だからそんな複雑なことしなくても、あ、なんかイライラしてるってことは体が疲れてるのかもしれないな、気疲れしてるのかもしれないなっていう風にすぐに発想を転換してあげることが必要なんです。ここで飲み込まれて、例えば昨日の友人のいじり、あいつそういえばあの時も友達がいなくていつもムカつくんだよな、あいつほんま腹立ってきたマジでムカついてきたとかいう風に早口になってドゥアって処理されっぱなしにしてると、本当は体や心が疲れてただけなのに、あたかもその友人がものすごく悪いもので自分を疲れさせる存在だっていう風に錯覚してしまうんですね。で根本的にカウンセリングではこの潜在意識のさっき言ったこのイランフィルターっていうものを、まあ、ありのままの心を映し出すようにフィルターを変えていくんですが、それをねセルフケアでするのは難しいと思うので、まず疑う、このイライラって本当にかの、彼彼女にイライラしてるとか、本当に今って自分って無気力なのって思った時に、あ、もしかしたら体が疲れてるかも心が疲れてるかもっていう風に思い直してみるんですね。自分が疲れてるだけだとシンプルに考える。そうすると心や体が二度寝するぐらい休め、二度寝するぐらい動くなっていう風に言ってるっていう、その声を聞いてあげるんですね。あ、じゃあそうか、自分は休みたいんだっていう風に初めて自分の意思に気づけるんですよ。今までこう例えば二度寝して罪悪感に苛まれてたり、また寝てしまったよって夕方まで寝ちゃったって落ち込んだ人っていうのは、この休め動くなっていう自分の心の声を抑えつけて罪悪感に変えてたんですね。
で、なんでこんな不自由なことするかって言ったら経験を重視するからですね。その防御反応なんですよ。だから経験が長らく二度寝は罪悪感を感じるものだって言ってきた。でその罪悪感が不愉快だから自分に罰を与えるような感じでバランスをとって罪悪感っていう感じで出てきてるんですね。な、めんどくさいことせずに、なんかイライラするぞって思った時、あ、体疲れてんだって思ったら、次体の疲れを癒すのは何だろうっていう風に発想の転換がそっちに行くじゃないですか。そこを友人を責めるっていう形で現れたり、自分に罪悪感を抱かせるっていう形で出てきたり、何かを責めるっていう形でバランスを取るんじゃなくて、自分を癒していく方向に発想をククッと方向変換させていく必要があるんですね。っていうことが、まあ、ネガティブ思考との付き合い方っていうところでした。ちょっと話複雑だったかもしれないので、まとめると、ネガティブ思考っていうのが生まれてくるっていうのは、ネガティブ思考っていうものが慣れ親しんだもの、経験上慣れ親しんだものだから、ネガティブなまま痛いよっていう心の働きがあるんですね。慣れ親しんだもので、これ自体が不快なんですよね。だから避けたいんですよ。避けたいけど慣れ親しんだし、先生親に言われた通りにしないといけない、は葛藤が生まれたっていうことで、自分か他人を責めることによってバランスを取ろうとしてるんですよね。この不快感を避けるために、自分や他人を責めることでバランスを取る。そうすることで親や先生の言う通りにできるっていうような状態、このバランスを取ろうとしてるっていうことなんです。これが、まあ、アダルトチルドレンの一番の生きづらさの根本になるところなので、今日のこのネガティブ思考との付き合い方っていう部分ですね、しっかりと頭に入れてほしいなと思いました。はい、では今回は以上になります。ありがとうございました。